どうも、竹のネットです。今日もよろしくお願いします。毎日お酒を飲みながら、毎日酔っ払いながら、いろんなことをうだうだ喋ります。お酒好きな方はぜひチャンネル登録して一緒にお酒を楽しみましょう。はい、ということで今日は先日のウイスキーくじで当たりました、これエデンミル、これを飲んでみたいと思います。これがですね、結構立派な、こんなちゃんとマグネットでくっつくようになってますね。そしてこの蓋を開けて、で取り出すのはこの上から取り出すわけですね。はい、ボトルもね結構かっこいいんですよね。はい、ね、いろいろと英語で書かれてますけど、文字が小さいので、省略しますが、こんな感じです。はい、はい、そしてですね、このエデンビルは、どこにあるかというと、スコットランドのローランドですね。ローランドのウイスキーってあんまり飲んだことないんですけど、ローランドにありまして、ゴルフで有名なセントアンドリュース、僕もね名前ぐらいは知ってるんですけど、あんまりゴルフ詳しくないんで、そこの近くにあるということで、ここに、ね、書いてあります。メイドインセントアンドリュースって書いてあります。で、2019年のボトルですね、これは。で、本数限定みたいです。何本かちょっと分かんなかったんですが、3000って書いてあります。3000本限定ですね。で、アルコール度数は 46.5% で、700ミリ入ってます。はい、そしてですね、この蒸留所がもともとは2012年かな、エディンブリュワリーっていうビールの、工場から製造が始まったそうです。そして2014年になって、ジンとウイスキーの製造を始めたのをきっかけに、エデンビルっていう名前になったそうです。ですので、そこから最初のね、ジンはすぐにね出せるんですけど、ウイスキーは貯蔵しないといけないから、寝かして、2018年が最初のリリースだったんですね、新聞も。で、これはだから2019年なので、2年目のものになります。はい、というようなことがネットで分かりました。では、早速開けたいと思いますけど、最初にね、どんなウイスキーでも最初に開けるときは、ちょっとなんか嬉しいですよね。ワクワクします。なんかね、瓶の表にこういうなんかワッペンじゃないけど、なんか紋章がついてたんで、これ取っておきます。はい、はい、では開けますね。よいしょ、簡単に開いた。うん、こうですね。はい、ではまずストレートから。20ミリぐらいでいっときましょうかね。まだこの後ロックとかも飲むんで、はい、ではストレートです。色はちょっと薄めな感じです。やっぱね、多分スコッチなんですけど、制限ギリギリの3年貯蔵だと思うんで、おそらくそんなに色はまだついてない感じですね。はい、ではいただきます。あ、香りがなんか違う、いつも飲むようなスコッチと。
結構どうなんでしょう、あのですね、ペドロ・ヒメネスのシェリーダルとオロロソのシェリーダルとバーボンダル、これで、熟成された原酒を15種類ブレンドして作ってるらしいんですけど、やっぱオロロソのオロロソとペドロ・ヒメネスのシェリーのところから来る華やかさっていうのはあるんですけど、なんかちょっと違いますね。うん、甘いだけじゃない、バーボンダルは入ってるかな。ちょっと加水をしていきます。さあ加水するとどうでしょう。ああ、だいぶ香りが落ち着いてきましたけど、46.5 度ですけど、アルコールの刺激はあんまりないです。そしてこの感じは何だろう、こう甘いそのシェリーダル由来の華やかさくるんですけど、結構ドライな感じがしますね、あ、そんな感じだ、ドライなウイスキーです。はい、ではロックをいただきます。はい、ではロックです。まあこの蒸留所さんがエデンビル、2014年から、ウイスキー始めたっていうことで、結構まだ新しい蒸留所さんですよね。で3年の熟成期間を得てるんですけど、あんまりそのストレートと加水を飲んだ感じではそんなに若いっていう感じもせずに、割としっかりと美味しかった感じでした。ロックはどうでしょう。苦味も少し出ますけど、ドライな乾いた感じですね。結構、華やかな感じは結構残っているかな。だいぶ消えます。そして、なんだろうこれ、なんかいた土、川のようなイメージが飲んだ感じします。はい、ちょっとハイボールもやってみます。一応、はい、ではハイボールを作ります。この前の動画で話してたウイスキー検定の話ですけど、練習問題がホームページに新たにアップされてました。結構いろいろ載ってました。3級もね、これはちょっと難しいなっていうような問題もいくつか見られましたんで、受けようと思ってる方ぜひ練習問題はいいと思います。2級の問題もね、まだ僕勉強途中ですけど、分かるものと分からないものがまだありましたね。はい、はい、ではハイボールです。いただきます。はい、分かりました。なんかね、さっきからドライな感じって乾いた感じって言ってたんですけど、そのままですね、ドライフルーツですね。でしかもブドウ、シェリーダーから来る感じが
結構出てます。酸っぱさはそんなない、甘さ、乾いた甘さがきますね、はい、これ結構ハイボール美味しいですよ、あ、美味しい。あ、ちなみにお値段ですけど、先日ウイスキークイズで当たった時に値段言ってましたけど、なんぼだったっけ、7000円ぐらいだったんですかね、そのぐらいで今も買えます。一応本数限定なんでなくならないうちに、まあ、気になる方はぜひ、リンク貼っておきますんで、見てみてください。まあローランドのウイスキー、僕はもしかしたら初めてかもしれない。バーとかで飲んだことあるかもしれないんですけど、記憶の中では初めてです。で、意外と美味しいなと思いました。ローランドって言ったらグレーンウイスキーが有名みたいなんですけどね、そんな感じじゃないです。これは結構最初に香り見た時から香ってくる感じが普通のハイランドとかスペイサイドっぽい華やかな感じがしたんですけど、なんかそこになんか上乗せでなんかすごいスモーキーじゃない、なんかそこに上乗せでドライ感があったんですけど、まあハイボールまで飲み進めると、まあ、ドライフルーツかなという単純な結論に僕は至りました。はい、ということで、今日は先日ウイスキーくじで当たったエデンミルを飲んでみました。こういうことをね毎日やっております。動画もね毎日上げてますんで、お酒好きな方はぜひチャンネル登録して一緒にお酒を楽しみたいと思います。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。タケオネットでした。最後までご視聴ありがとうございました。